はい、どうも原付ラーメンでございます。地球人です。地球人です。今度手裏剣を作ります。手裏剣。折り紙2枚使います。分かりやすいように赤と青で、分かりやすく作っていきたいと思います。はい。まずは縦半分に折ります。まあ、どちらからでもいいですが、赤、青どちらからでもいいですが、とりあえず縦半分に折ります。縦半分に折ります。で、ちゃんとね、まっすぐ折るコツというのは、角と角をちゃんと合わせる。これがコツです。角と角さえ合っていれば、ちゃんとまっすぐ行きますからね。そんなに難しいことではございません。大丈夫です。チョベリグです。角と角を合わせるチョベリグです。で、さらに、真ん中に合わせて、端っこをまた縦に折ります。縦に折ります。で、さらにまたね、反対側を真ん中に合わせて折ります。真ん中に合わせて折ります。で、さらにこれをまたさらに折り目に沿って真ん中に折ります。で、ちゃんと折り目をつけておきましょう。で、さらにもう1枚の方も同じく折っていきます。まずは真ん中に合わせていきます。で、角と角を揃えればチョベリグです。超ベリーグッド。チョベリグ。本当ね、こういうのいいですね。折り紙はね、折り紙ね、100円ショップのままで十分ですんで、なんならね、コピー用紙とか新聞紙とかでも全然いけるんで、こうやって、ね、折っていきます。同じくね、真ん中に合わせてこうやって折っていきます。最近はね、本当ね、100円ショップの方が、種類が豊富なんですね。中央紙とか柄入りの折り紙とかもあるんで、和風から和風洋風いろんな、ね、デザインペーパーだったり中央紙だったりあるんで、ね、でさらにここでちょっと気をつけてほしいのは開く方があるんですよ。開いてる方を先に折ります。ですが左右対称に全く同じものを作るんじゃなくて鏡に合わせたような感じで、右左気をつけてくださいね。まず分かりやすく間違わないような折り方をまずはします。慣れてきたらね、ここは省いていいんですけど、まずは、ね、こう開いてる方をまず両方ともお互いに向かい合うようにしておいて、まずは片方をね折ります。角をね。で、今度はこっちもまた角を折ります。鏡に合わせた感じにやるように折ってくださいね。こうやってね、こうやって分かりますかね。こうやってね、分かりますかね。で、こっちも折ります。こっちも折って、間違わないようにという意味で最初にねこうやって折っておきます。もう慣れてきたらもう片方折ってから片方折るって感じでね、もうここは省いて、この工程は省いて構いません。で、さらにこうやって折り、これをこうやって折ります。三角の山になるようにこうやって折ります。で、こちらも折ります。こちらも折りますね。はい。そしてこちらも折っていきます。こちらもこうやってね、三角山になるように折っていきます。こちらも折っていきます。はい。そしてこれをね、分かりますかね。これを片方だけひっくり返してこう裏表ちゃんと分かるようになるように合わせます。そしてこちらをこう中にこれをね中にこう入るようにこうやってね。なんか蓋をするような感じで折っていきますね。そしてこちらも折っていきます。中にこう入れ込みますね。こうやってね。そしてこちらも赤の方もこうやって、ひっくり返して折りまして、で中にこう入れます。でこちらもね中に入れますね。折ってね、
よっと。でこちらもちゃんと折りまして、中に入れます。中に入れます。でこっちもね、4箇所入ったらもうこれで完成です。4箇所入ったらこれで完成でございます。4箇所入ったらこれで完成でございます。はい、これで手裏剣の出来上がりですね。こういうね、かわいいかわいい折り紙の手裏剣が出来上がりましたよ。というわけで、お疲れーションレボリューション、あなたの笑顔に .com ということでね、終わりたいと思います。お疲れーションレボリューション。